くまちゃんありがとう。マジでアイス買ってきてもう10分以上経ってたんですけど、やばかった、危なかった。これで冬っていいね。めっちゃひどくは溶けてなくて冬っていいわ。でも寒いな。ちょっと待ってね。ラビュー、お疲れありがとう。出来事ありがとう。アイスは飲み物。うん。うん。でも、さすがに寒いですね。髪もぐちゃぐちゃ。ありがとうくまちゃん。今日寒かったよ。くまちゃんありがとう。みんな ありがとうね、たくさん皆さん。ちょっと待ってね、アイスが溶けそうだから先にアイス食べちゃう。愛し始めようとした瞬間にさ、愛し始めて、あっ！ってアイスってなったんや。アイス溶けるって。うん。やばい、噛んでしまった口の横。うん、寒いね。うんうん、ちょっと待ってね。うんうん、え、
嬉しい、ありがとうくまちゃん、かくさんありがとうくまちゃん、かくさんありがとう、ほまちゃんいつもアイス食べてる、確かにいつもアイス食べてる、大抵毎日アイス食べてます。ゆうさんくまちゃんありがとう。関東にもしい、関東にもないの？関東とかそういう限定とかある？これ限定なの？みゆひなさんくまちゃんありがとう。チョコもなくちゃんも食べな、冬のアイス食べたとこか、寒いもんね。ゆうさんくまちゃんありがとう。くるみくるしかね、いいねちゃんありがとう。11ギャムツさんもそうそう、ふむいのさんくまちゃんありがとう、しつありがとうくまちゃん、ぼやさんありがとうくまちゃん、今日さ、今日ボートレース行ってきました、ボートレースに行ってきましたよー。ティカありがとう、ゆうちゃんくまちゃんありがとう、あそうケーキャスありがとう、なめちょっとさありがとう。一部と二部立ち位置がガラッと変わりました。一部と二部で、まあ、歌曲も結構違ったので、そうでもね、横幅はステージ広かったんですけど、縦がステージが狭くてすごいね、ちょっとこうぶつかりしてたんですけど、そう楽しかった、めっちゃ楽しかったです。今日も京都で、ちょっと待って、よいしょ、リップ塗る、なんか口の中血の味がする、血の味がする、なんでだろう、身を切ったかもしれない、口の中、口の中切ってる、痛い痛い痛い、口の中、さっき切ったとこ、こっちのに、こっち切ってるんだけど、ひっちさんくまちゃんありがとう、レディーデーボー、レディーボーで食べました、何ですかそれ、ひなちゃんグーグーありがとう、ね、冬の寒さだよね、レディーデーさんありがとうくまちゃん、シュロさんありがとうくまちゃん、最近クール型の髪型ブーム来て、着てないよ、待って待って、ハーフツインなんですけどちょっと待ってよ、普通に考えたハーフツインなんですけど確かにちょっと後ろ目だから分かんないかもしれないですけど、ハーフツインなんですけど、可愛い感じなんだけど、今日はかっこいいじゃないよ、みんなライト消したら分かる、ライトついてるからそう見えるのかな、で可愛い系の髪型なんだけど、今日可愛い系の髪型なんですけど、ハーフチュインなんですけど今日ハーフチュインなんですけど、そう、まあ確かにこう見たら確かにかっこいいけれども見えるね、見えるけれどもよ、ハーフチュインです、ハーフチュインなので一応可愛い系で行ったんですが、実物で見たら確かにちょっと可愛い系にも見えると思うんですけど、配信だと
前髪したらそうでも見えないから。ありがとうビューニバース、ありがとうドジャボス、ありがとうクマちゃん。今日コンビニ食前使おうと思ったけど寒い眠た。もう寒いよね確かに。私一番寒いよねマジで寒い。だって分厚い服を着てったもん。ようこそお願いします。しません、結婚しません、しません。いろいろそこまっちゃありがとう。なめなめセットさんありがとう、ありがとう。よしさんありがとう、リダルさんありがとう、まさぴょんありがとう、くまちゃん嬉しい、結婚もありがとう、まさぴょんありがとう、くまちゃん、リダルさん、くまちゃんありがとう、なおきさんありがとう、くまちゃん、なおきさんありがとう、よしさんありがとう、リダルさんありがとう、くまちゃんありがとう。何味、白くまアイスは何味っていうんだろうね、ミルクっぽい味。まだいかみさんハットありがとう、ただかハットありがとう。コーナーになりそうこれ、いか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 、なんか太ったんかな、こうどうこうしないとあれかも。太ったんからやっぱ痩せよう、太ったのかもしれない。響きなんか身がこっちに入ってくる、太ったわ絶対これ。あたかったありがとう、あんばさん、こまちゃんありがとう、はるきびきおかおり、すけさん行ってきました、いいなすけさん、遠かったじゃない。うーん、神手やったけどあまり来てくれんかった。確かに神手ね、神手確かに全然行ってないかも。神手は少なかったね、どっちかっていうと下手の方がいたかもしれない。ごめんねまさぴろん、ヒーヒーとかね、3人だった。何話すの、へえ、しょうもないこと、しょうもないことしか話さない。普通にみんなとしょうもないことしか喋ってないですよ。見てみて、ケーブつけてるから、これで多分ライブ出たら崩れないと思う。これでライブ出たらいいかもしれない、崩れないかも。あ、これからさ、これからさ、あの崩れないようにさ、ケープやってから前髪アイロンしようかな先に。いいんじゃない、そしたらなんかいい気がしてきたわ。今なんか思った、良さそうって。良さそうじゃない、なんか毛が前髪おでこにつかんくって汗で汗がありしなさそう。そういうことしか考えてない、おもろくないほら。ケープガチガチなんでね、さん、くまちゃんありがとう。歯の噛み合わせを直そうって、私は矯正してたんですよ。私は矯正してたので噛み合わせは合ってるんよ。ありがとう、あいこさん、くまちゃん、かやまなきさんありがとう。カップしか見たことない、そうなの、ないんだ。あいこさんありがとう、くまちゃん、ともひろさん、くまちゃんありがとう。勝ちましたか、かけてのませんね私は。佐藤さん、くまちゃんありがとう。名物食べてないよ、名物食べてないですね。何もお弁当をいただいたんですけど、めっちゃ豪華でした、めっちゃ美味しかった、全部食べた。なんでそんなに可愛いんですか、嬉しい。としさん、ハーシチュイン、ボート分かったことがない、私はちょっとかけてみたかったけど、そんなかけませんでしたね。かけれたかな、今日のステージ良かったです、嬉しい、ありがとう、ありがとうございます。
ページ。あのちょこちょこねちょっとやらかしましたけど、まあ楽しかったのはいいのかなと。そこに木はよく見えたね、よく見えたね、レッスン送ったよね。姫から線でいた4時間も買いました。結構かかったのね、結構かかったのね。お疲れ来てくれてありがとう。めっちゃ美味しいからね、しょぼいとこね。あ、そうなの。うーん、よしげきさん結婚してありがとう。しません。ともひろさんありがとう。りゅうちゃんこれが帰ってまいりました。お疲れ様、お疲れ様。ちょうの飲みません。リブでミニ鼻垂れ子は見るってこと。確かに船折りやったからね、やったしね。船折り鼻…確かに船折り鼻だれ…え？船折り鼻だれ…く…ちょ間違った間違った。瀬戸り2部が…鼻だれのもの。暗闇船から降りた僕たちはだもんね。で一周のスリルあるもんね。でペダルあるもんね。で大好きな人はせんけど、いっぱいの水もやるよね。でその真ん中、その前なんだっけ、息をするか、息をする。あ、2曲以外は鼻だれの曲なんや。そうね、確かにプチプチ鼻だれ公演見れたって感じだね。確かにそれよかった。ちょっと同じ髪型じゃないですよ、全然違う。でも昨日とね同じメイクさんがいてマジ嬉しかった、めっちゃ嬉しかった。そのメイクさんめっちゃ好きなのよ私、めちゃめちゃ嬉しかった。マジで結構マジで嬉しかった。そう、昨日と同じ髪もいいなと思ったけど、もうせっかくならなんか他の髪もやりたいなと思って、なんかハーフチュインにしました。私はこうやってこう立てるバージョンのハーフチュインはちょっと似合わないので、こう寝かせてもらいました。めっちゃかわいい。響にはあんまり合ってないかもしれないけど嬉しかった。確かに言うね、あの噛んだ時って胃の調子悪いじゃないって。それだわ、絶対それ。ご飯食べるのやめよう。絶対それだわ、それだな。はい、これ待って、じゃあカズササハットありがとう。翔さん、クボちゃんありがとう。姉さんラビュー。からあげ定食さんありがとう。ごまちゃん急行急行通過駅さんありがとう。ごまちゃん今日初めて黄色かけのペンライトフリフリしました。できました、嬉しい、ありがとう、ありがとうね。そう、黄色黄色のねペンライトの人めっちゃ嬉しかったですね。嬉しすぎた、嬉しすぎた。ガルケ定食さんありがとう。ペダル良かった、嬉しい。のみろさんありがとう、いつの日から撮っておけるように。じゃあのくまちゃんの言い方、言い方かわいい。ほんとふるさとなのでそちらにします。そんなことができるの、どういうこと。眠たいだってなってきた。深山なくてありがとう。くまちゃん定食さんありがとう。めちゃくちゃビッグレースを開催してる。そうなの。まるさ結婚してありがとう。1、2を買えば割と当たりますよ。そうなの。なんかね今日メイクさんたちがねかけててね、うわこれ3にすればよかったんかって言ってた。ゆうちゃんさんありがとう。くまちゃん、福太郎さんありがとう。ちかり明日までさ、明日まで、わ、サイクルフルもかわいわ。トゥトゥ、今日は山口県に来てくれてありがとう。こちらこそ
こちらこそ。かった。2部制でフェスをやることってあんまりなかったから、よかった。めっちゃ嬉しかった。おごりありがとう。くまいちゃんありがとう。会いたかった、行きたかった、起きてほしいだったよ。また来てね。シャンさんありがとう。初めて来ました。今日22歳誕生日です。お誕生日おめでとうございます。 Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to you, Eriko P& Lee の推しせいやさん、 Happy birthday to you、 おめでとうございます。初めまして、シティホテイト3研究生のハードユキです。ぜひぜひ仲良くしましょう。誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。マッスル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 。たけさんこんばんは。何しに来てくれたことなんでで、どうやってもらいたかった人生。どうやって、なんで結構ひゆき好き結構好き。うちありがとう、かわいい、ありがとう、かわいい。昨日はゆきぽしゃ、まあ、斜面だったので、斜面じゃなかった。おふぼぶさんありがとう。くまいちゃんかびごとかわいるし、とうひろさんありがとう。くまいちゃんビザもかわいい、ありがとう。ハットありがとう。これビビいるかな。ビサもありがとう。くまいちゃんかわいい。まいたけ食べれない。まいたけデージの長い方誰もよし言った。ありがとう。ひなたかわいい、ありがとう。ゆきとりさんありがとう。こまちゃん絶対毎晩アイス食べてるか、胃腸の調子が悪いのよ。確かに胃腸の調子は確かにあんまり良くないかも。そのので忘れとった。忘れる感じのやつなの。アンバサくまちゃんありがとう。山勝さんありがとう。くまちゃんおち工事修士工中一回なになに。シャナさんありがとう。ラブリターインカースが有利に一貫で、あ、そうなんだ。リバーシティありがとう。イデキンカーさんくまちゃんありがとう。ギャンブルは先行なので、はい、ギャンブルはしないですね、怖いので。私ハマっちゃいそう。結婚してしません。デキンガさんありがとう。今日ね緊張してたんですけど、まあ、楽しくて、あ、2部の方がどちらかというと緊張はほぐれましたね。やっぱ2回目ってなると、1部の方がどっちかというと緊張してました。ステージの感じもわからないし、どんな感じでやったらいいんだろうっていう感じがわかんなかったから、2部の方が緊張は解けましたね。ラッキーさ、こまちゃんありがとう。こまちゃん廃墟みたいになってる。あ、そうなんですか。お引っ越し構想中か、工事中ってこと。いいね、リフォーム的なやつ。ぴょんぴょんありがとう。こまちゃん、こまちゃんどんな感じ。撮った、あ、そうだ、今日乗ってたね。確かに撮りましたわ。最後に私セルフ言ったもん。そのぜ、確かにふるさとのぜね、あ、佐世保にしてください。ぜひ佐世保、ぜひ佐世保、ぜひ佐世保、ふるさとのぜ。その中にいるさんありがとう。ふるさとのぜしてください。映りどうだったかな。え、ちゃうねんな、私今日 X をちょっと載せようって思ったんですけど、何の写真がいいかわからなくて、今日結構ねいつもよりもたどり、あの、いつも私たどりを撮ってもらわないんですけど、昨日たどり慣れなって言われたので、しかもたどりの写真を結構撮ってほしいっていうのをスタッフさんに言われたので、ちょっと頑張って今日からあの毎回たどりを
頑張って取れるようになろうと思いました。百田さん、私ね、シミだってね、出てるね。サバだって何が生まれるのか分かんの。スメーカーの店でゴミ捨てたやつに2回目。あら、そんなことがあるんですか。サバだメンバーだった。そう、サバだって何がもらえるのかな。確かに一杯の水流れ出すときなぜかなくせになりました。一杯の水いいよね、私も好きだよ。あの踊ってる、踊るも楽しいし、歌も好きだし。何の写真がいいかな。なんかやっぱね、ちょっとたどりは響きはやっぱ苦手みたいで、顔がねやっぱ漏れないんですよね。もうちょっと痩せたらなんかたどりもうちょっと可愛くなるのかもしれないけど、可愛くなりたい。なんか違うんだよな。なんか違う。なんかブシャイクでね、ブシャイクだからさ、自分の顔がブサイク。なぜか心地いい、君の家まで何分かかる、照りつける太陽、油セミの声、坂道が辛いと思わないのはなぜ、真夏のこの暑さが僕は嫌いじゃないんだよ、直射日光を浴びてると、生きてるって気がするんだか。必死に走り続けてようやくあまでたどり着いたら、いっぱいの水を、なんかないかな。周りが咲き乱れる空き地をこぎて、近道を抜け空パネルの、じゃあこんばんは、気の毒でありがとう。ステージから気づいて出てくれてる時間だ、こちらこそだよ、ありがとう。コマイルさんありがとう。コマイちゃん、リクチさん面白すぎね。リクチさん面白いよね。ねえ、てさ、コマイちゃんありがとう。ポコさんありがとう。かわいい。今日も改めて知ってます。ちょっとあんまり漏れなかった。顔が大きいのがちょっと目立っちゃうなっていう。かわいい、ありがとう。ありがとう。食べ過ぎてしまうのカツを入れてください。もうほんまにこっちがね結構食べ過ぎてて、ほんまに響も最近本当にいい加減にしてってぐらい食べてるからさ、まあ、いい加減にしてって感じだよね。だからほんまにそろそろ飲めなきゃいけない。セミの声、坂道が辛いと、
10年 20% で止まってたわ。おでんが美味しい季節になったほんまに。そう、もういなくて満足すな、ほんま。ともひろさんありがとう、やっぱありがとうな。おいしいのぐちゃぐちゃ映ってる、意外にしてってやつかな。ピュー見えてありがとう。また明日山口、うちは急感覚するけど絶対太るよ。普通や太らん、大丈夫大丈夫。いやいいな、楽しそう、そういうのいいな、いいなねえ。なんでさ、うん、写真さいい感じにならないんですよね。写真がねちょっといい感じになってくれない。助けて、うん、なんない。いい子できない写真が、写真今日ないですよ、助けてください。てか今日ボートレース行った時にさ、あの社員さんの中にも、ボートレースの社員さんの中にも、あの響のファンの方がいらっしゃってくれてて、めっちゃ嬉しかったんですよ。そう、めっちゃ嬉しかった、ほんとめっちゃ嬉しかった。へえ、こんなことあるんだって思って、めっちゃ嬉しかったんですよ。そうよね、そう、嬉しかった。社員さんの中にもいてめっちゃ嬉しかった。そしてね、ボートレース行ってもらった。はい、なんでこれと一緒にね、そうなんだっけ、みんなに差し入れが、差し入れをもらったんですけど、そう、すごくない？亀とこのアスパラドレッシングみたいな、すごい。なんか会社のね、なんか選んでくださったみたいで、そう、素敵だよね、ありがとうございますって。アスパラドレッシングってどんななんだろうと思ってさ、私アスパラ好きなので、そう、楽しみ、使うのが楽しみ。明日サラダ買おうかなと思った。そうなのよ、ナイスありがとう、コメちゃん。しかしアニメをいつと始まるか、なんの島に行きたすぎて泊まって観光しようっていうテンション、ね、たくさん来てくれてるもんね。ともひろさんありがとう、こぼちゃん。じゃあカレンダー見切れてあずみさんがさっき言ってた、そう、来てるけん長崎に帰ってもよかったけど、全然帰ってもね、帰ってたね。ね、嬉しいよね。そう、いつも配信見てますって言ってくださってて、めっちゃ嬉しかったんですよ。ぜひコメントしてください、見ていたら見ていたらぜひコメントしてください。ひょんさんありがとう、こまちゃん、ひょんさんハートありがとう、なみなみしょちょさん、こまちゃんありがとう。うんきはとありがとう。そう、めっちゃ嬉しかった。違う、あわらでやりたいですね。だきゃ、それはアスパラかけるの？え、これは多分アスパラ入ってるのかな。たま、え、アスパラ入っている、ほら、なんかめっちゃ入っている。なんかね、米麹みたいな、
すごいダイエットに良さそうじゃない？めっちゃ美味しそうと思ってさ、楽しみ。これ美味しそう。これもね、これどんなんなんだろうか。せんべいなんだって。豪華だよね。これ20個も入っている。一人一人にすごいすごいすごい嬉しい。たくさん素敵だよね、マジで。かわいい。なんか豪華です。ありがとうございます。マジに食べたいと思います。マジで。ありがとう、くまちゃんとみんなさん、ありがとうね。出るかな、今日せんやった。神ね、福岡来てくれたらよかったのに。とみんなさん、ありがとう、くまちゃん。何味なのかなね、気になるよね。ひじゃたちになった。ボトレス覚えるとお仕事につながるかも。ボトレスって覚える感じなの？猫ありがとう、こまちゃん。まーさんありがとうね。でも楽しかったです。めちゃ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 楽しかった。めっちゃ楽しかったな。真夏の子写真をね、加工して。なんか、あ、気に入らない。気に入らない。結構これっていう写真がないな。今日衣装2つも着たんですけどね、2つ衣装変えるってね、珍しいなーと思って。ボットめっちゃ負けたけど、ひーちゃん見えた。ふふふ、ハマりそう。ハマらんわ。いや、ハマるかもしれん。ドレスとかそれでお買えなくなりそう。で、このハーフチュインさ、もうちょっと可愛く撮っとけばよかった。なんかね、なんかねって感じなんですけど、助けてほしい。ただ助けてほしい。結構私よいしょ。ねえ、私も2部の方が好きだったかも。衣装と今日に限ってはあのリボン、このツインにリボンが合っててよかったでしたね。あれはよかったなーって思った。あチュ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 。今日の
どっちがいいかな。どっちもあんま変わんないけど。キリしてみる。体がな斜めだけど。これの方が、これの方が、だけれどもこれの方が良さげ、良さげかな。そういうのあるよね。黄色いリボンつけてほしかった。響きはね、ね、でも響きは白が好き。黄色つけたことあるからですかね。響きは白の方が土でした。土土でした。難しいな。パンさくまちゃんありがとう。ぜきはとありがとう。アイシャラビュー。まきまきさんこんにちは。こんばんは。ナベイツアンバさん結婚してありがとう。しまし。シャリさくまちゃんありがとう。ありがとう。ハリオさくまちゃんありがとう。ほんまにどうしよっかな。どうしよっかな。X ね、 X って難しいよね。ひびきちゃん X って難しいなと。あれ二つ結びないかな。二つ結びないですかね。 OK。さまるさくまちゃんありがとう。ぶたさんくまちゃんありがとう。じゃあさんチェックある。ひょりさくまちゃんありがとう。間に合うかな。ひょりさくまちゃんありがとう。遅れたけどどうだろう。できたけど、ああ最近さ、ファンのアプリから仕事のできるの知ってた。どういうこと？え？どういうこと？どういうこと？そんなことができるの？ぜひやってください。じゃあ、インスタが始まった。インスタは私インスタ好きなので、
私はインスタめっちゃ好きなのでインスタはできるかも。てか正味確認がなくなったら確認があるとなんかちょっと恥ずかしくて出たくないっていうかわざわざ送ってこれを載せるのかと思うとちょっと嫌なので確認ちょっと確認がなくなったら多分ポン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 あれするんですけど正規生になったらチェック外れる。人によるかな。人によるっていうかそのマネージャーさんによったりとかまあその時によるかな多分。平均はまだ研究生だし分かんない。まだ多分取れないのかな。りえちゃんありがとう。こまいちゃんりえちゃん5時遅う。確かにでも5時あんまり提出されたことないよ。わかるでしょ。私はまた呼んでもらおうね。呼んでください。確かにこの時間うん。ラブユー。はーい眠たい。今日ね朝朝も眠たすぎてやばい起きれないってなってやばい眠たいってなりながら起きました。寒かったしね。寒かったしね。ポン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 メールでポンポンね送りたいけどね。ポンポン LINE で送りたいな。LINE 上に作ってほしい。クキクちゃんさんありがとう。ビューリッチさんありがとう。できるんだ。あ久々にカウントを見た気がする。ゆうさんありがとう。くまちゃんくまちゃんありがとう。なんかさ前はさよくカウントよく見てたけど最近見ないね。カウントありがとうありがとうございます。くまちゃんくまちゃんありがとうございます。ありがとう。じゃあ映画あやつしてくれる。ゆうさんありがとう。キャシャンさんありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかやらんといけんことが多くてやらんといけないことがたくさんあるのに何もしてない浜田響き。クリアンくまちゃんありがとう。髪の毛痛いから外そうかな。いったここあー多分これ外したらすごい山んばいになるやつだ。でも痛いからクリハートありがとう。メールもねあいいよとか送ろうかな。もう必ずなんか写真つけちゃうから写真がないとあんまりよくない。カチューシャつけとこう。注射つけとこ。あ、いいんじゃない。いいんじゃない。いいんじゃないの。ほら、いいじゃん。いいじゃった。いいでしたわ。ぜひひーちゃんにいつ会えるかな。いつあるかな。ゆうさん、かわいい。ありがとう。シワさんとありがとう。かわいいリカちゃん。ありがとう。髪の毛綺麗。
よグリークマちゃん、ありがとう、ありがとうクマちゃん。フランス系ぜひね、オンライン系でこれカチューシャやりたいね。しまった、良いね、あってさ、リクエストあげちゃった。良いさん、良い、良いさんありゃありゃ、3位だった、3位だった。メガリ買いたいものが思いつかない。確かに、でも日用品メガリ買った方がなんかお得らしいですよ。中顔、中顔じゃないですちゃ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 、てれる散らばった星の8月。サンタさん、私もサンタさん来ないねえ。サンタさん来たい。うん、きもサンタさん来たい。ゆうきもサンタさん欲しかったな。ゆうきもサンタさん欲しかった。ゆうきも今年サンタさん欲しかったな。わかるじゃん、ありがとう。メガリクリーミーダジラが変わったけど、で迷ってたら終わりました。迷ってたら、もう第1弾終わってんだけど、早すぎ第1弾終わってんだけど、早すぎ、早すぎだろ、早すぎ、早すぎ。トトくん、さくまちゃん、ありがとう。今日ブラック何仮に、てかプレゼントしてあげる。うん、プレゼントして、プレゼント、花水のセンターひーちゃんにしてほしい。やりたい、いつかやりたいですね。その日までお待ちくださいでね、あ、1個と1回プレゼント買えません。 X のチェック、あ、確かに X のチェック来てないかも、来てないかも、来てないな、来てなかった。これは多分無理だな、これ多分無理かな、これ多分無理だな。他のマネージャーさんに確認してもらう。いやいや、しなきゃ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 、だけどさ無理だよね、無理だよね、これ絶対無理だよね、これ絶対無理だよね。見てくれるの早いマネージャーさんいるんですよ。確認できますか。確認、待って、写真が送れんよ。まずほんまに、ほんまにふざけるな。遅れたりとか、間に合わないかな、ちょっと今日はね、サンタ、サンタプレゼント、あれない、ないです。あの、返信が遅いなと思った時はいつも早です。ありがとうございます。じゃあ誕生読んでいきます。では13位雪だるまさん、ありがとう。12位猫、ありがとう。11位しおのさん、ありがとう。10位おぐに、ありがとう。9位のおきーさん、ありがとう。8位ぴょんぴょん、ありがとう。7位くまるぽぽ、ありがとう。6位フリーダイバさん、ありがとう。5位なべなべしょうとさん、ありがとう。4位ひできんがさん、ありがとう。3位よいさん、ありがとう。2位まさぴょん、ありがとう。1位はドゥドゥンドゥドゥンドゥドゥン、ともひろさんでした。ありがとうございました。
あー最後に X が間に合ってよかったです、ありがとうございます。じゃあおやすみなさい、しっかり寝ます、もう眠たいので。バイバイ、くまちゃんありがとう。ハートしたい、キュンとしたい、ドキッとしてしまいたい。めぐり合って燃え上がって灰になってしまいたい。運命の糸引き寄せられた一瞬のスリル。バイバーイ。